いな。はい、AKB48 チーム8愛媛県代表チーム42の高岡薫です。よろしくお願いします。はい、今日もショールームやります。2回目。さあ2回目、何の話しよっかね。そういえばなんか一番くじでメドピアノのベリエちゃんの一番コフレの詳細が出て、早く私それやりたいんです。そう、メゾピアノっていう子供洋服のブランドがあるんですけど、そう、それが私めっちゃ好きで、昔小学生の頃はずっとメゾピアノ着てたんです。そうで、その時に結構ほんとメゾピアノだったから、ずっと小学生も小1からかどうか忘れたけど、もう小6まではほんとずっとメゾピアノだったんですよ。だからその今回一番コフレ、一番コフレっていうのはその一番くじで当たる商品が全部コスメなんですね。コフレ、そう、それで一番コフレなんだけど、それは絶対にやりたいなって思います。楽しみ。そう、それさっき詳細出て、もう12月17日からだから、絶対もう当日にやり、もうくじをしに行きます。メゾピアノめっちゃ可愛いんです、本当に大好きで。そうそう、今日のお話し会の衣装につけてたブローチ可愛いね。あれはカメオ、そうです、あれはカメオブローチ。あれはお姉ちゃんからタンプレでもらったものです。去年ルンバちゃんポンポネットも似合いそう。ポンポネットもちょっとだけ持ってて、お洋服でもポンポネットは結構お姉ちゃんが着てて、でもお下がりで着ることはありました。やっぱそのメゾピアのポンポネットはあたりはね、やっぱ着てました。懐かしい。でもなんだっけな、ブルーエンジェルだったかな、名前忘れちゃったんだけど、もうでもあんま買うことはなかったんだけど、知ってる。最近そこがどっかのスニーカーブランドとコラボしてなんか出るみたいでさ、なんかそうメゾピアノのトレーナーみたいなの買っときゃよかったな。やっぱなんかゾゾタウンで気になってて、買おうかどうか迷ってたらなくなっちゃってさ、買っとけばよかったって思いました。本当にメゾピアノでした。ずっとメゾピアノ、メゾピアノ以外も着てたんだけど、大体メゾピアノだった。ちょっと目薬入れてもいい？ごめんね。
まあ、さっきやったことはそんな感じかな。さあさあ何の話しようかな。ごめんね、ちょっとあくびしちゃった。そう、もともとドライアイっていうのもあるからさ、うん、初見さんありがとうございます。ん、こんばんは。そういえば夕方、もうほぼ夜なんですけど、5時50分から配信してた時には言ったんだけど、実はちょっと初めてネイルをし、初めてではないけどさ、ネイルやってさ、でもあんまり大きく見せるとこれだいぶちょっともう柄が剥がれてるからあんまり見せられないなって思ってここで止めてるんですけど、それでちょっと急にネイルに目覚めて2本ぐらい買いましたっていう話をしたの。そう、そう、これがそのメゾン構成っていうところと、私の好きなアプリゲームのアイドリッシュセブンっていうところがコラボして、まあ、そのアイドリッシュセブンっていうのがそのアイドル の育成ゲームなんですけれども、育成ゲームって言ったんでいいのかな、まあでも音ゲー、リズムゲームなんですね。そうで、まあ、実際私の好きなキャラがいるところじゃないんだけど、そう、まあ、このネイルも私の好きなキャラではないんだけど、でもやっぱなんかプリントネイルあるって聞いて気になってやったんですよ。そう、小指のがねめっちゃ好き。ちょっと剥がれかけだけどさ、この音楽の記号のマークなんですけどね、それがキャラのマークみたいな、トレンドマークみたいになってて、そう、私の好きなキャラはダブルシャープとかそんな感じなんですけど、そう、それでちょっとネイル、ネイル可愛いって思ったらすごい、もうめっちゃネイルに急に目覚めて、まあ、でも言うてもそのなんかよくメンバーがやってるようなすごいゴリゴリのめっちゃ可愛いのあるじゃん、ハートついてたりとか、そんなんはちょっとまだあれなんだけど、ちょっと色をつけるぐらいのだったらちょっとやりたいなって思ってね買いました。結構衝動買いですね、あれ。小指これあの爪の形結構自分好きかもしれない。自分の小指の爪の形結構好きかも、だからめっちゃ気に入ってる。自分の爪に色があるってすごい、いや色はあるんだけど色はあるんだけど。そう、でもそう、でもだいぶ柄が剥がれてるからちょっと皆さんにね堂々とお見せできないのが悲しいんですけど。そう、
そうね、確かに握手会だったら生で見れるんだけどね。っていうね、話でした。急に眉毛の確認。まばたき多いなって思うでしょ。よく言われるの。わかんないけど自分から言う。ちょっとそろそろ左右持ってきてもいいですか。ちょっとごめんね、これさっきの配信でも同じことやりました。全く やっぱ配信のお供には白湯です。あと目薬とリップクリーム。お供ありすぎ。よいしょ。ちょっとまた目薬、さっきから5分経ったかな、見とけばよかった時間。もうちょっとだけ置いてからにしよう。そう、ほら色がついてます。さて、ここから何の話しようかね。やばい、今日いっぱいあくび出るかも。ごめんね。今日は会場でカレンちゃんとお話ししましたね。会えたから。そう、そろそろ入れる。ハルピョンで写真撮ってた。そうそう、ハルピョンに会ってね。あんま私ハルピョンと写真撮ることないからさ、てか会えないから。そんな私もハルピョンと写真撮りました。そうそう、ストレートツインっていいなって思いました。割と下目のストレートツインも好きなんですよね。下目のツイン巻きも好きなんだけど、そうそう、自分でやるならね。
ごめんね、なんか痰が絡んでる、すごい喉に痰絡んでるからさ、なんかちょっと気持ち悪いやだん。そう、今日のさお話し会のスカートめっちゃ可愛くない？あれ、そう、あれアクシーズで買ったやつ、結構前に買ったやつでまだ一回も履いてなかったんだけど今回履きました。あれはね、そのなんかアナと雪の女王のアナの色っぽいなってちょっと思って買いました。そう、あれ薄紫とめっちゃ迷ったんです。色薄紫もめっちゃ良かったんですよ、本当どっちも買おうかなって思ったぐらいには。で、私マジでスカート持ちすぎだから、とりあえずあのあれだけにした。またねちょっとインスタにもね載せようと思います。ツイッターの写真良かった、ありがとうございます、イエーイ。明日はねあの予定通りチャイナ服着るので、私が会場にチャイナ服を持っていくのを忘れないようにしますそれが一番心配。私はちょっと忘れ物をよくしちゃうから、まあ、絶対に忘れないようにします。はい、大丈夫かな、え全然なんかダメじゃんはって思われたらちょっと嫌なんだけど、そんなことがないように祈ってますした。みんな会いましょうね。ルンちゃんの最後が美味しそうでコーヒーをサイにしてみたお揃いだね。まあでもマジでなんか気持ちは落ち着くよ、心が温まりますね。まあ、これ左右の効果なんかわかんないんだけどさ、私基礎体温上がりました。そう、今まで35
5.2度、あの5度2分とか全然当たり前だったんだけど、今も6度まで普通に上がってさ。そうそう、基礎体温は上がった。まあ、これが白湯の効果なんかは分からんけどね。ごめんね、ちょっとたまにまじ痰が絡んで変な顔します。喉鳴った恥ずかしい。あんまり聞こえてないとは思うけど、さすがにこれで配信で聞こえてたら面白すぎる。よいしょ、すげえ、あのいろいろザワザワ言ってますけど、これはねウルトラライトダウンのリラックスでございます。あったかいよ。今のは完全にしゃっくり。聞こえてない、よかった。そういえばなんかね、私このシャンプーを買おうっていうのがあって、夜っていうやつなんですけど、それのなんか期間限定の夜桜バージョンっていうのがあって、めっちゃねそれを絶対買おうって思って、なちょうどいい時に買い替えれるなって思って嬉しい。まあ、実際その私がなんかまあ2種類あって、大体そう大体2種類あるじゃん、しっとりとサラサラタイプみたいな。で私はまあしっとりタイプみたいなの使ってて、でもちょっとサラサラのが気になったんで、今回ちょっとサラサラの買おうかなとは思ってます。そう、なあ、あったかい。そうやってやっぱいいね。こんばんは、どうも。まあ明日のメイクをどうしようかなって考えてる。
白湯飲み終わりましたもん。今何時だろうか、何時か分かる方いらっしゃいます？まあ今はきっと、9時20分とかかな。あ、28分だったあれちょっとお昼はうまくいったんだけどな。今日はちょっと半までなんですけど、配信もう半って言ってもうちょっと終わるやんって思うけど、明日も配信するからぜひ見ていただけたらと思います。ダメだ、またこれやっちゃった。マジこれ癖なんですよ。これか、これが癖。そうだから、なだからなのかちょっとね、指がねちょっと寄ってます。でもそんなもんかもだけど、ごめんね、マジでしゃっくりみたいな。指長いね、よく言われます。自分でもちょっとそう思ってるとこあります。マジ本当クロスしちゃう、爪クロスしちゃう癖あるんだよね。絶対やめた方がいいと思う絶対やめた方がいい気がする。真似しようとすると釣りそう。あ、無理しないで。ダメだよ、釣るの結構辛いからさ。ダメだよ釣るの辛いから。あ、こんばんは、どうも。癖はなかなか治らない。マジ治らん、ほんと癖って治りません。でも私結構一個治った癖はある。でもそれはあんまりちょっと言えないんだけど、爪関連の癖。あー、まあ言っていいか、深爪が私癖だったんです。ただまあたまに切った時深爪になってるかちょっと分かんないけど、深爪はね治った。そうマジで私爪生えてる白いの部分見えてるのが結構嫌で、昔なんかすごい許せなかったんです。でも最近それはなんか気にならなくなった、なんでか分かんないけど。そう、それはね唯一治った癖ですね。そうそう、まあ、多分今でも爪は短いんだろうけど、昔ほど癖じゃない、昔ほど深爪じゃなくなった気がする。そう、今さちょっとネイル塗ってるからあれなんだけど、自分でもこんなに白い部分があるっていうのに驚いてますね。はい、深爪の人多くねあれあれ、ルンバニア深爪多い説なんで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 深爪って普通じゃないんですか？わかんない、わかんないですね。でも結構やっぱ爪生えてる子生えてるでしょ。でも私もその昔バイオリンやってたから、結構バイオリンね、なんか昔は深爪だったから一回も気にならなかったんだけど、割と最近にちょっと爪ちょっと伸びてるぐらいの状態でやったら結構気になっちゃって爪が。だからまあちょうど良かったんだなって思いましたね。そうそう、
まあ今日は私のファンの人が結構深爪の人が多かったっていう発見がありましたね。それでは今日はここら辺で終わりにしたいと思います。ちょっと短かったんだけどね。明日も配信するのでぜひ。13位から13位七田さん、12位ろみつさん、11位彩色顕微さん、10位飯田広之さん、9位カラスのカーコさん、8位キャパさん、7位アーティーさん、6位マモさん、5位夏目さん、4位みなずきに3000点さん、3位海指さん、2位玉国さん、1位がはやちゃんさんでした。はい、それじゃあまた明日。ありがとうございました。おやすみなさい。ありがとうございました。おやすみ。